どうも、ウィリアム・テンプソンです。今回はですね、久々のスーツ紹介企画です。なんかさ、今思ったんだけど、この色味やばいな。これピカピカさんじゃないけど、この色味やばいな。これグレーと赤のネクタイってやばいな、ちょっとそう、まあそれはいいんだけど、このね、スーツミケーレ&シーン、そう、こちら、ちょっと待って、これですね。このね、銀座にあるスーツ屋さんなんだけど、ビスポークスーツで、私は初めてビスポークを作った、まあこれ以降作ってないんだけど、なんですよ。でさ、まあ、すごいでしょ。なんか格好がなんだこれ、手が逆向いてんだけどちょっと待って、もう手はだいたいできたんで。そう、この肩がすごいなって思ってます。そう、すごいでしょ、肩が。これをね、私欲しくて、このロープドショルダーって言うんだけど、これはね、ダブルロープドショルダーっていうものなんですよ。で、それがね、できるお店はまず限られてるんで、いや、すげえなーってことでさ、で、いろいろね、まあ、ビスポークっていうのもあるし、ちょっと最初聞いた時に、インスタ、DM で、なんかあれもできますか、これもできますかって言ったら、全部できるんだよ。すげえなーと思って、で、ちょっと頼んだんですよね。で、今回の、まあ、ちょっといろいろ、仮縫いのとかね、動画にしてたんだけど、今回ね、一番こだわったのは、まあ、この肩はね、もう仕様としてできる。で、おすすめしてるところだから、ダブルロープドショルダーっていう、雪綿をね、二つ重ねてるんだよね。まあ、それはまあ、このお店の、だから、まあいいとして、一番良かったのはね、ここ。ラウンド。ダブルでラウンドなんだよ。ちょうど見えてなくね。なんか、ちょっと見えるかな。これダブルでね、ラウンドになってるのよ。これがさ、まずなくて、福岡でもできないって言われて、なんかちょっと、さ、トルソを着せてたら汚いことになっちゃった。これマジでかっこいい。わかるでしょ、これ。ラウンドなんだよ、ダブルで。でね、これちょっとな、職人さんが頑張ってくれたみたいで、この流れをこういう綺麗にね、カーブさせてくれるようにしてくれたんですよね。で、すっごいかっこいいでしょ、このラウンド。これ絶対ありだろうと思って、普通にね。そんで、この、チェンジポケット重ねなんですよね、これ。で、これも、まあ、福岡でできるんだけど、これは。まあ、ここはいいとして、このね、チェンジポケットっていうか、ポケット、のフラップね、フラップ、こっちがラウンドなんですよ。で、こっちがスクエアっていうか、もうね、なんかこうなってんの。だからこういう感じ、こういう感じ、こういう形になってんだよ、フラップが。こうなってんの。いいでしょ、これ。でもね、あんまりそんなに目立たないっていうか、もうちょいこう、しゃくれさせてほしかったんだけど、できなかったみたいなんだよね。ちなみに私あんまりやんない、バルカポケットです。あんまり私やんないんだけど、今回ちょっと素敵だったんで、バルカポケットにしました。で、こことかね、もう、本当の手縫いのフラワーホールなんで、で、3つついてます。まあ、これ福岡ではね、3つなんだけど、すごいよ、この、三つね、手縫いのフラワーホールあるってね。すごい。迫力が。で、ちゃんとこの、これなんて言うんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、なんかこの、花のね、茎を刺す用の、なんかループ、フラワーループって言うんだっけな、をあります。で、後ろはね、そんなに別にこだわってないんだけど、まあいいや。これね、まず、襟が、ともじ、裏地が。だ全くコートみたいな感じ。で、こっちの方が綺麗に仕上がるんだって。カラークロスみたいにしない方が。で、ちょっと前、もう後ろはね、特にないんだけど。前はね、これほら、ステッチがね、ダブルステッチなの。しかも手縫い。でね、私ちょっとこれね、ダブルじゃなくて、ここは一つにしてもらって、こういうところとか、フラップとかはダブルにしてくれって頼んだんですけど、
なんか違う感じで聞きましたね。まあいいんだけどさ、いいんだけど、そう。でね、もう一つ、ここも、このゴージにもね、ステッチ入れてって言ったんだけど、それもやってくんなくて、あれ?と思ったんですよ。で、もう一つね、すごい点がありまして、これ。ちょっとこれどこだこれ。肘がね、いやー、大丈夫かこいつ。肘が、もう1年くらい稼働させてないから肘が死亡してるぞ。見てよこれ。これさ、私着た方が早いんじゃねっていうね。ほら、わかる?ダブルカフスっていうかカフスボタン止めるみたいになってんのよ。すごいでしょ。まあちょっと画像載っけてんかもしんないけど分かりづらいかな。まあね、こんな感じになってて、ボタンがこう、ね、取れるんだよ。だってなんか車輪みたいになってる、ミニカーの。ん?ほら、袖のボタンこれ。すごいでしょ?普通じゃないよね。いや、こんなこともね、してくれるっていうね、素晴らしいところではあるんだけど、ちょっと1点ね、ちょっとあれって思ったところがあって、あれこれどっちにつけんだ?こっちか。ここかな?手をポケットに入れます。引っかかっちゃうんだよ、ここで。ここで。っていうかね、もっと言えば、手だったらね、指だからこうなるんだけど、なんか四角いもの?四角いなんかを入れようとしたら、まずね、このくらいしか入んない。こんだけあるうちの、このくらいのしか入んない。なんでかっていうと、ここにね、謎の糸があるんですよ。多分ね、裏地が貫通、裏地の縫ったところが貫通してんだと思うんだけど、いや、これ入んねえぞと思って。最初さ、しつけのなんかそういう糸かなと思ったんだけど、いや、ちげえなと思ってさ。いや、ちょっとね、これだけはどうにかしてほしいよね。そんで、中はね、すごいかって言われると別に普通。で、ちなみにこれは1枚襟ですね。これが1枚なんですよ。上襟が1枚なんで、なんか伸ばすのが難しいらしいんだけど。でね、これミケーレ&シンのなんかマスコットキャラクターみたいな書いた、貼ってあるんだけど、これもう剥がれかけてます。なんだか知らないけど。もうビロンビロンなんだけど、大丈夫かな?まず剥がそうとしたとかじゃないんだけど。どうしようこれ。チケットポケット頼んだんだけど、なんかおすすめしないって言われてね、つけさせてくんなかったんだけど、すごい不便。すっごい不便。で、あとなんだ?裏地はね、キュプラなんだよ。あ、ちなみにこれチャリチャリってのは金、小銭。裏地キュプラでね、一番派手なのが紫しかなくて、しかも深めの。もういいや、これでと思って選んだんだけど、選べる量は少ない。結構少ない。だから仕方なくこれにしてるのかね。そう、そんで、まあね、上は、まあこんな感じ。で、ズボンよ。ズボンがなかなかすごくて、これご覧ください。まずね、普通に見るか。まあ別に、前はね、こう見るとそんなでもないんだけど、まあ2タック、インタックでね、2タックなんだけど、これよ。この持ち出し。もう二つ、この金具が。ちょっとボタンフライにしようと思ったんだけど、めんどくさそうだからやめようって言ってやめたんだけど。それは。そう、これね。すごいでしょ、これ持ち出しが。で、ちょっとこうずれてんだよ。こうつくように。すごくない?で、サイドアジャスターね。ついてて、これ両方、まあサイドだからついてて、後ろがね、こんな。この帯が超長いの。私、ここまでは頼んでないんだけど。でね、この V クリートじゃなくて、スリット ?V クリートって靴か。そう、スリットがね、ちょっと、なんかわかるかな。
ちょっと上がってるんだよね。後ろから見た方が分かりやすいな。ほら、スリットがちょっと、こういう感じになってんだけど、最初ね、私、猫の目みたいに、猫の耳みたいにしようってことで、こうしたんだけど、で、その、サンプルで書いてくれたのもこんなのっててさ、すげえなーと思ったんだけど、なんかあんまり猫に見えないっていうか、ちょっと上がってるかなくらい。マンチカンレベルなんだよね、ちょっと。で、わかるこれ。ほら、後ろのフラップ。まあ、フラップが普通ないんだけど、そもそもが。後ろのフラップが、この、ちょっと、斜めってる、スラントポケットみたいになってる。で、怒ってる顔みたいになってるのよ。面白いでしょ、これ。で、だから、なんか、ちょっと怒った猫みたいな感じにしようと思ったんだけど、なんかちょっと、たまごっちっぽくなっちゃってるよね。ちょっと、たまごっちっぽいよね、これ。で、まあ、いちいちこういうところもね、ダブルのステッチが入ってます。あ、さっきのステッチね、ちなみにこんな感じですね、ダブルの。そんで、このズボンのね、一番すごいところ、裾。ダブルとかシングルとかあんけどね、これは、ちょっと、これ裾だからね。すごいでしょ。ちゃんと、本セッパです、これ。裾本セッパ。で、本当はね、なんか、ちょっといろいろ、もうちょいね、こだわったんだけど、ちょっとできないって言われて、それはできなかったんだけどね。裾本セッパです。いや、これもね、写真乗っかってると思うけど、履いてるとすごいよ。あんま違和感はないんだよね。ただね、ちょっと、そう。これもね、ちょっと頼んだことと違うところがあって、あのね、中が滑んない。私ね、ズボンも総裏にしてんのよ。裏地をつけて。で、滑りよくして、あの、ロングホーズの靴下が履いてるときってね、これないと、その裏地がないと、なんか、すごい引っかかるんだよ。座ったりするのもうね、バサバサになっちゃうの。それが怒ってしまうっていうね。ちょっと残念だな。ちなみに生地はね、ヘリンボーンの。こんな感じの。結構いい生地ですよね。上襟のさ、生地がちょっと逆になる部分だけ色が変わるっていうね。高級生地ならではの仕様となっております。これはまあ普通になるんだけどさ。ちなみにさっき言ったあの、一枚襟は、こんな感じ。ここにね、こんな感じって全然、全然見えてなかった。もういいや、これで。一枚なんだよ。つなぎ目がないんだよ。普通あるんだけど。で、これでね、納期7ヶ月。いつ買ったんだっけな。去年の2月。もう丸々ね、今2月なんだけど。ほんと1年くらい前に頼んで、仕上がりはだいたい4ヶ月か5ヶ月後くらいって言われたんだけど、だからね、まあ2ヶ月後に仮縫いやるって言われて、5月にやったんだよ。つまり3ヶ月かかって。で、仮縫いからまた、9月かな。4ヶ月くらいかかって、7ヶ月。9月に取ったの。受け取った。あ、そうだ、あとここね、ちょっとわかる、この尖り具合がちょっとさ、強く見えるでしょ、強調されて見える。これね、ちょっと私の工夫して、普通ね、このダブルのスーツってこうやってこの辺に上襟がね来るんだよ。それをほんと1センチくらいね、ちょっと縮めてもらったの、上襟を。で、このダブルのこの部分、ピークのこの部分の半分のとこに上襟が来るようにしてもらったのよ。だから、半分くらい、真ん中くらい。本当はね、もう3分の2くらいのとこまで行っちゃってんだけど。なかなかいい感じに仕上がってはいるんだけど。で、着心地に関してはね、ま、合ってはいるんだよね。
結構いろいろとサイズはもちろんなんていうのこういうところ釜とかはねいいんだけど、ちょっとここ、こうやってんとね動かしづらいんだよ。あの引っかかんのこの辺で、福岡のはねもうこのくらいまで行くのよ。ここがだからね良くないんだよな、あんまりここが、ちょっと残念。ビスポークでこうなっちゃうのかって。でね、あのお店の人がね言ってたんだけど、まあイタリア人はやっぱ雑だと。でも言い訳じゃないけど、保険じゃないけど、そのくらいねちょっと緩く見んのもいいんじゃないのって。日本人みたいにね、あのすっごい細かく見ていくっていうのも悪くはないけど、ちょっと楽観的なのもいいんじゃないのって話してたんですよね。たださ、ポケットがこれ使えないんだよね。いや切りゃいいじゃねえかと思うかもしれないけど、これ切ったらさ、なんか全部ビーとかなっちゃったら嫌じゃん、着てん時に。なんかこの辺がわかこんなになっちゃったんだけどみたいになったら嫌だからさ、ねえちょっとそこは、ちょっと保険っていうか、っていうか確認してほしかったよね。あのお店で来た時にさ、チェックしてほしかったよね、このくらい。で、まあ、着心地他はね特に問題ない。だからさっき言ったその、まあ、釜は最悪ね、最悪まあ着心地、まあ、許容範囲よ。ただ一つ許せないのが裏地がないズボンの、あれがねもうロングホーズ履けない。これ履く、着るとロングホーズ履いちゃうともう引っかかって座ったりするとね、もうなんか例えばさ、この、まあ、これがねズボンの裾だとしたら、このまま座るとちょっとこうよれるじゃん。そしたらもうね引っかかっちゃってこのままになっちゃうの、歩いてる時も。すっげえ短い人みたいなツンツルテンジャーみたいな、まあ、ちょっと前流行ったけどさ。まあね、そんな感じですね、ミケーレ&シン。まあ、これでね20いかない、19万8000かな、オプションでかかんないっていう、そこはねすごいなと思いました。ていうか申し訳ねえ、逆に。でマサケイさんね、見てます？マサケイさん、私マサケイ、ちょっとこれ全然関係ない話だからね、マサケイさんにしか話さない内容。私はねマサケイさんにこのシェリーラインを直してもらったんです。まあマサケイさんが直したっていうか、マサケイさんの家の近くの時計屋さんみたいなね感じのところで直してもらったの。まあ信用できるところっていうから、ちょ時間がめちゃくちゃなんだけど時間がちょっとめちゃくちゃなんだけど、でねマサケイさんとどうなったかっていうと、なんでそうなったかっていうと、これしながらか違うな、なんかねライブ配信の時にシェリーラインの話になって、でマサケイさんも持ってますよって言うから、そうなんですかって言って、なんか何かしらで、それで私もともと持ってたんだけどなくしちゃったんですよ。一つしか持ってなかったんだけど、でマサケイさんが持ってるって言って、あじゃあこれを機にもう黒と茶色買って、まあ、基本的に黒と茶って必要じゃん。で黒と茶を買ってもう直してもらおうってことにしたんですよね。だからもうわざわざこれもう一つなくなってんから。でさ、今日このトルソーに着せようと思って、もう1年ぶりくらいにねいろいろこのトルソーをいじってたんだよね。でさ、このシャツずっと着てたんだよこいつ。これ花菱で作った17,000-18,000円くらいする、結構いいシャツなんだけど、これ実はトルソーがずっと着てるっていうね。そしたらさ、あのさあったんだけどここにふざけんなよと思って、しかも動いてんだよねちゃんと。おめえふざけんなよって感じ。マサケイさん直してもらおうかな。またボロボロなんだよねこれ。私うちにねシェリーライン3つあるんだよあったよっていう、
そういう報告でした。まあ、終わり。ミケル&シンね。まあ、ちょっとこう、ちょっと雑な話はあんけど、まあ、悪くはないから、19万8000円でビスポーク作れて、ここまで遊べるってなると、まあ、ものすごいいいなって思いますので、銀座の、昭和通りの方かな、あれ。ちょっと一本奥っていうかね、メイン通りよりちょっと入ったところなんだけど、まあ、行く機会ある方は、予約制なんだよね、一応。うん。ちょっと予約して、見てはいかがでしょうか。ということで、今回は、以上となります。それでは。